もう今日は19回目ですね、始めたいと思います。北は北海道、南は沖縄からご参加の皆さん、改めましてこんにちは。本講座もめでたく19回目を迎えました。これもひとえに私のおかげです。今日は正しさを証明しようとして失敗するという話をしようと思います。武田先生がよくこう言います。経営の中心部は形がないので実態がよくわからず、怪しげな迷信がいっぱいはびこっています。その迷信に惑わされて業績を悪くしている社長が多くいるんです。こうした中で業績を良くするには、こだわらず、とらわれず、偏らずの空の心になりますと、よく武田先生がおっしゃいますね。最初は何のことを言ってるのかなとよく分かりませんでした。だんだんと分かってきました。話は変わりますが、私は30歳ぐらいの時からですね、ずっと長年にわたり株式投資を行っております。実は株式から学んだことも非常に多くあります。仕事でも活かせることが多くあります。そのうちの一つが次のことであります。自分の正しさを証明しようとして、損失を拡大すると、失敗するということであります。自分の正しさを証明しようとして損失を拡大する。これはどういうことかというとですね、株するときにはですね、投資先の銘柄を、上場企業の中だと3000銘柄ぐらいあるんですけれども、その中から銘柄を探します。そしてどの銘柄に投資しようかなと思って様々なことを調べるわけですね。企業の概要、何やってる会社かなとかね、業績どうなのかなとか、時価総額はどれぐらいあるのかなとかですね、年次の成長率がどれぐらいあるのかなとか調べます。四半期ごとのですね、3ヶ月ごとのですね、決算状況を調べたりとかね、その決算の伸びを調べたりとかですね、商品力は競合に比べてどれぐらいなのかとか、専門的な話になりますけど、PER とかですね、利益の何倍ぐらい株価が買われてるのかなとかね、割高とか割安を考えるんですけれども、あと PBR とかね、もし企業が倒産して、解散した時にどれぐらいの価値になって、それが株価に比べてどうなのかなとかですね、 EPS と、一株当たりの利益はどれぐらい出てるのかなと、配当はどれぐらいあるのかなと、配当の利回りはどれぐらいかなと、営業利益率はどれぐらいなのかなと、貸借倍率、売ってる人と買ってる人どれぐらいの比率なのかなとかですね、有利子負債はどれぐらいあって、流動資産現金はどれぐらいあるのかなとかね、調べます。全く株式投資に興味のない人には全くわけのわかんない問題だと思いますけれども、こういったことを調べた上で、タイミングを測るんですね。どんなにいい銘柄を探したとしても高値で買ってしまうとなかなか利益が出づらいので、日足チャートだとか週足だとか月足を見ながらですね、出来高を調べながら、あと投資ですね、投資信託がどれぐらいの比率で買い入れてるかなとかですね、自己資本はどれぐらいあるかなと、倒産する確率どれぐらいあるかなと、同業他社の業績だとか調べます。それだけでもダメなんですね。なぜなら業績が良くてタイミングが良くてもですね、日経平均が下がって市場全体が落ちている時にはですね、なかなか個別銘柄も上がらないということですから、日経平均の状態を調べたりとかですね、日経平均調べてるだけではダメなんですね。海外市場の動向だとかですね、ヨーロッパだとかニューヨークだとか中国市場を調べるといったようなことも必要になってきます。さらにですね、為替の影響を受けてですね、例えば円安傾向が進むと日経平均が上がりやすくなったりとかですね、円高が進んでいくと企業業績が、輸出企業が多いので下がったりするといったようなことを調べながら、いろんなことを調べます。いろんなことを調べながら、これだと、この企業は素晴らしいと、これ上がるということで、この銘柄に投資しようと考えて実際の株の買い付けをするわけなんですね。自信満々で買い付けをするんです。買い付けをすると大体下がっていくんです。不思議だけどね、どれだけ調べて投資をしても株価が下がることというのは往々にしてあります。で、そんな時に大半の投資家はこう思うんですね。おかしいと、そんなはずない、だっていい会社だもん、この株は上がると、絶対に間違いがないと思っていると往々にして下がります。で、大半の個人投資家は次のように考えます。みんな他の投資家がバカなんだと、見る目がないんだと、そのうちにこの企業の素晴らしさに気がついて、これから株価は上がるはずだと。で、そこからさらに株価が下がることがあります。そして自分にこう言うんですね。みんな間違ってる、業績が良い企業の株価が上がらないはずがない、俺は正しいんだというふうに言う人が結構多いんですね。で、実際にいい銘柄探したとしてもですね、極端な話、自分しかそのことを気づいてなければ上がらないんです。他の投資家が買ってくれないと上がらないんです、株って。だから、他の投資家から見て、この株は上がる、いい株かどうかっていうのを、より多くの人が認識をしないと、どんなに自分が発見をしたとしても、上がらないんだね。で、例えば、いきなり税制が変わったりだとか、法律が変わったりして、企業業績がいきなり悪化するということもあります。で、テロが起きたりとかね、ニューヨーク市場で大暴落が起きたりすると、企業業績に関係なくやっぱり下がったりすることはあります。ただし、いや、絶対上がるはずだと。どっかで思うんです、人間って。株やるとわかるんですけども、どんどん下がっていく。俺は正しいはずなんだということを証明しようとしてどんどん損が拡大していくんですね。で、例えば100万円で買ってどんどん下がっていって、半値だとか2割3割になることを往々にしてあるんですけれども、そうすると手持ち金100万円だったものが今売ったら20万とかぐらいしか売れなくなるわけだ。ここを含み損というんですけれども、80万円のまだ決定はしてないけれども今売ったら80万ぐらい損しちゃうという状態になるわけですね。そうするとね、売れないんです。だって売ると丸々80万損するからね。と、次の株を買うこともできないし、資金は減っていくし、身動きが取れなくなる。こういうのを塩漬けというんです。で、塩漬けになって、いや、いつか上がるはずだと思って、ずーっと何年もこのまま行く株って結構あるんです。個人投資家の、実は9割は損感情だと言われてます。こういうパターンにはまる投資家ってね、すっげえ多いんです。どんなに企業業績だとか市場規模だとか成長率だとか、商品力だとか PER だとか PBR だとか自己資本比率だとか信用倍率だとかいろんなことを調べたとしても株価が下がることがあるんですね。で、それは銘柄選びが間違っているのか、タイミングが間違っているのか、あるいは何か他の原因があって結果として何かが間違ってるよということなんです。何が原因なのかわからないけど何かが間違ってるよということです。ということは間違いに気がついた時点で本当だったら損失の拡大を止めないといけないんです。100万円だったものが20万になる前にどっかしらで損失を止めてないとならないんですね。それを株式投資で言うと損切りと言います。ロスカットとも言うんですけれども、100万で買ったものが例えば80万ぐらいに下がったと。あ、これは私が間違ってたかタイミングが違ってたっていうと、そこで一回損を決定するんですね。それによって残りの80万円で別の投資を始めると。実は20万円ぐらい損した段階でもうすでに遅いんですけどね、20% 損してるとね。20% ね、取り戻すの大変なんです。でもね、ほとんどの人ね、100万円のものが20万とか30万になるとね、売れないんです。怖いの。どんどん下がってくるんですね。おかしい。いや、絶対上がる。だから、上がってくれとかいうことになるね。なかなかそうならない。で、絶対に俺は正しいみんなのが間違ってるということになります。このことは商売にも当てはまるなと私は思ったことがあります。どんなに自分が正しいと思って、商品やサービスの選定だとかターゲットの選定だとか営業方法だとか販売方法だとか売上の決定価格によって正しいと思ってやったとしても、もし売上という結果につながってなければそれは何が原因かわからなかったとしても何かが間違っているということなんだね。私は30代の頃、水辺でパソコン教室を経営してましたけれども、入院して出てきたら目の前に競合店ができてましたね、目の前にね。だから自分がどんなに一生懸命やったとしても、競合がどういう動きをするかによって、結果が変わってきたりするわけだね。一番最初に独立した時にフォトライブラリーというのをやりまして、まだ当時はデジタルという社会では なかったんで、アナログの社会だったんで、パソコンも、デジタルカメラとかも何もなかった時代だったんで、カメラマンから写真を預かってカタログに印刷してね、アナログ的なカタログを作って、それをこう配布してたんだけども、そのうちに LD 版とかですね、CD だとか出てきて、その中に写真を、記録保存してですね、カタログの代わりに配布するというような時代になってきました。その時にいつまでもこっちにこだわってた方たちは、やっぱりだんだん時代の流れについていけなくなったわけだよね。自分が一生懸命やってておかしい、絶対俺はやってることは正しいはずだと思ったとしても、結果が出なければ何かが間違っているということ。で、私は富岡八幡に宮司さんに知り合いが当時いたんで、年末年始ってどれぐらい参拝客が来るのって聞いたら30万人来るって言ったんですね。深川の富岡八幡ね。30万人のうちの 1% の人に2000円の商品買ってもらったら、これ1年ぐらい遊んでくれるんじゃねえかと思って、すぐにですね、場所を取ってですね、アイデア商品を販売してですね、あ、絶対今年いい年になるわと思ってですね、大晦日からテントに泊まり込んでですね、商品を並べてたんですけども、30万人来たらすごいですね。売れない。立ち止まれないんですよ。ついからつい人来るから。ものすごい人なの。どうってみんな、身動きとりあえずこう前のに行くんです。そのまんま参拝して、脇道から帰ってくるんです。で、俺の目の前で大量の人が通るだけなの。どんなにいい商品を揃えても、結果が出てなければ何かが間違ってるんです。田舎に帰って、当時は e-book と言ってましたけれども、企業独立する人のために、本を書こうと思って2000ページぐらいの本を1年がかりで書いたことがあるんです。これ絶対売れると。俺の今まで経験したことを全部書いて、2000ページ。1年かけて。絶対売れると。売り出した。一冊も売れなかった。ここ一年何やってたんだろうと。何かが間違ってる。なんだかね。わかんないけど間違ってる。でもね、結構いるんだ、商売やってる人でも。いや、俺正しいと。絶対みんな間違ってると。いつか売れる。みんなバカだと。まあ、株をやって分かったけどね、株と同じだなと思った。で、20代の後半の頃に友達の紹介で秋葉原で夫婦で経営しているお店があって、そこのカタログを作ってくれということだったんで作りに行ったんですね。そしたらトラックの後ろにつけるね、これぐらいのちっちゃいカメラを作って売ってたんですよ、奥さんと旦那さんが。今でいうね、バックモニターなんです。当時誰も作ってなかった。なの売れるのかなと思ってた。カタログを作ったんです。全く売れませんでした。潰れました。時代が早かったのかもしれないね。それから何やったっけかな。ピザ屋か。うちの地元でね、あるところで知り合った夫婦がピザ屋を始めたんだけど、お客さんがやっぱ来なかったんだね。で、俺何回か食べに行ったんだけど、そこの旦那が俺にこう言ってたんだね。やっぱりこの地域は食に対するレベルが低いって言ってたんだね。あ、違うなと。多分そのうちにここはなくなるなと。撤退しました。自分の正しさを証明しようとして損失が拡大する。ということは往々にしてあります。まず、株の場合でいうと、株が下がっていることを認めるということが先ですね。で、そこで損失を限定すると。銘柄選び直すと、そこから。商品やサービス、もしかしたら変える必要があるのかもしれない。売買方法やタイミングを見なす。商売でいうと、経営戦略だとか、マーケティングだとか、広告だとか、営業だとか、ブランディングだとか、もう一回再確認するということが必要になってきます。いや、俺のやってることは絶対正しい。みんなが間違ってる。で測るしかないんです。商売だとね、プロセスは大事ですよ。プロセスは大事なんだけども、よくこれも武田先生が言うけれども、農夫の成果というのは、なった果実でしか測ることができないと。どんなに一生懸命やったとしても、果実がなってないんだったら、それは農家として成立してないということですね。商売でやらなきゃならないことってね、よく僕もお話しますけど、どこの誰に何をどうやってと。どこの地域に販売、集中的に販売するのかと。誰、どのターゲットだとか、どの業界の客層に対して販売するのか。何を、どの商品をどういう順番で、どういうふうに販売して、いくらで販売する。どうやって見込み客を見つけるのかと。日本人広い中でどうやって見込み客を見つけるのかと。見つけた人にどうやって販売をするのかと。どうやって販売した人にリピートしてもらうのかと。それぞれの要素だけでもいっぱいあって、この組み合わせで商売というのは成り立っているので、無数のですね、組み合わせがあるはずなんです。結果が出てないということは、何かはわからないけども、どっかに間違いがあるはずなんです。売上を上げることが正しいということではないんだけれども、商売としてやっていくためには、やっぱり利益を出し続けていかないと、税金を払っていかないと、食っていけないという、新しい商品も生み出せないというのがあるから、どっかしら間違っている可能性があるということだね。私よくメルマガで書きますけど、好きな言葉なんですけど、同じことを繰り返して違う結果を求めることをアホというとね、アインシュタイン先生の言葉なんですけれども、悩んでる暇に、一つでもやりなよ。似てねえな。ドラえもんだね。滝口翔太郎さん、打つ手は無限と。なんで、どうしてもこう、アソシエーションになっちゃうんだな。これは正しいとか、こうね。いや、これでやるんだとかね。今日の午後来てくださる特別講師の方もそうなんですけど、お話聞くと分かりますけども、いろんなことをね、されてますね。僕もそうですけど、まあ、ある意味、商売人ということで言うと、商売人というのは何を売ってもいいんだよね。どういうふうにしても売ってもいいんだよね。果物を売ってもいいし、長い期間前にも話したけれども、ね、布団で有名な会社は、公園に行った時資料もらったけども、布団で有名だけど、400年前は蚊帳を作ってたんですね。蚊帳を作ってて、そこから弓の製造とかに入ってって、筆の道具とか作って布団を作り始めたのは、その400年の歴史の中でまだほんの最近のことだね。原因が分からなかったとしても、結果がもし伴ってないとしたら、あら、もしかして自分は己の正しさを証明しようとしていないかなと、私は自分に問うことがよくあります。これは株式投資をやっていたおかげだと思います。商売でも、もし皆さんが思うような株価の動きをしてないとしたら、自分の正しさを証明しようとしていないか、一度考えてみるのも良いかなと思います。ということで、今日は19回目ですね。次回、20回までですね、非常に盛りだくさんな内容を用意して、今から考えますけれども、お伝えしたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。